人もしかして。ホタル、さっきアビスの使徒のために攻撃を防いだぞ。お前のお兄さんアビスとは。ホタル、どうしてダインと一緒に。はい、お前のお兄さんダインを知ってるのか。ソラ、また会ったな。どういうことなんだ。ダインがお兄さんの名前を知ってるぞ。ホタル、その人と一緒にいちゃダメだ。その人は俺の敵。ソラ、これは言わなきゃいけないことなんだ、ホタル。ダインと一緒に俺を、アビスを阻止するな。その人、ダインスレイブは、最後の寒類や宮廷親衛隊、末光の剣。500年前、彼は寒類やの滅亡を阻止できなかった。その時に不死の呪いをかけられ、荒野をさまよった。彼が守ろうとした民が、アビスの怪物になるのを見ながら。ダインが、寒類野人だって?500年前に滅びた、あの、寒類野人?それに、民が怪物になるって。今のアビス教団は、寒類野と関係があるどころか、寒類野の移民だったのか?ダインはお前の敵って、何が何だかわからないぞ。いいえ。ああ、もちろん。ホタルがいる場所が家だ。でも俺は、まだホタルと次の世界に行けない。少なくとも今は、できない。アビスがカムクラを下す前に、まだ天理との戦いが残ってる。聞いてくれ、ホタル。俺はすでに、一度旅をした。だから、ホタルも俺と同じように、終点にたどり着けば、この世界の淀みを見届けることができる。俺たちはいずれ再会する。急ぐことはないんだ、ホタル。待つだけの時間が十分にある。俺たちには十分時間がある。